MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーンズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もはやパターンが多すぎてね、オープニングの、はい、もういつも V 君の話ばっかりしてもらですから、はい、はい、今日はですね、はい、鉱山寺事件。鉱山事件多いですね、相変わらず。名探偵こんな場合事件が多いですね。本当に事件です、ね、事件だらけですね、毎日が事件。これは僕は、はい、人生に悩んだら日本史に聞こうという本ですね、あ、はい、歴史上の白駒ひとみさんと、はい、書いたんですね。で、はい、でその時バスツアーで、うん、あの幕末を巡るその、はいはい、まあ、山口県のね、はいはい、萩の幕末の拠点となったところを、うん、その、まあ、萩から鉱山寺から、うんうん、いろいろバスで巡るっていう、うん、20人か30人ぐらいかな、そのツアーで行ったことがあるんですよ、はいはい、でそこで、うん、その鉱山寺というお寺に行ってですね、はいはいはい、で僕は鉱山寺の、うん、あの、うん、鉱山寺事変っていうのがあって、うん、あ、でそれ、はい、高杉晋作のすごいかっこいい話があって、うん、そうですね、でその鉱山寺行った時に、はいはい、翡翠さん、あの話あの聞きたいって言って、もうここで満を持してですよ。そう、はい、もうね、聞きたい聞きたいってみんな言うから、ありますよね、それは確かに。あの話じゃ、うん、わかりました。まあまあ、もうね、話し始めたんですよ。話し始めます。で、どんな話かというと、はい、その、うん、これはですね、うん、非常にいい話なんですが、はい、非常にいい話、まあいい話だね、載ってますよね。なんですか？今日はやめときます。やめとくんですか？うん、なんで？なんでですか？急遽。なぜ？何があった MG に？これはね、はい、はい、これは、はい、何があったんですか？ま、これはね、はい、そのエネルギーに繋がらないと喋れないんですよ。あ、そこまでやっぱり。で、俺見切り発車で、はい、繋がるかなと思って。あ、なるほど。これね、前から話したいと思ってたの。あ、そうなんですね。で、繋がりそうな時に喋ろうと思ったんだけど。あ、温めてたんだ。温めてたんだけど、はい、まだ今日いけるかなと思って話し始めたら、はい、幕末のエネルギーとちょっとまだ繋がらなかった、ね。あ、そうですか。そんな。木村昭則さんのカニ事件。あ、ちょっとだいぶ変更したい。待ってください。だいぶ現代史に戻ってきましたけど。なんかすごい鉱山寺からカニ事件で、これね、鉱山寺事件は、またじゃすごい俺大好きな話なんで話したいんですよ。わかりました。じゃあいつか繋がった時に。ただ高杉晋作はめちゃくちゃかっこよくて、はいはい、俺も歴史ね、はい、一場面戻りたい日があるとしたら、その12月15日のね、鉱山寺事件の始まりのね、はいはい、そこにいたいと。元治元年のね、おー、12月15日の夜っていうのは俺タイムシマった一番行きたい場所で、そこに行きたい、一番俺の歴史で好きな場面があるんですよ。なるほど、思い出が強いですね。その思い出が強すぎて、はい、普通の繋がらなくて喋るって なんかその頭だけで喋ってる感じで、なるほど、すごい残念なんですよ。本人的にも予想嫌なんですね。新作に申し訳ない。あ、なるほどね。新作同級生みたいな。でもそれぐらい気持ちがこもってる、うん、で思い出があるからこそしっかり言いたいってことですね。で、俺高杉晋作のこと大好きすぎて、うん、ある霊能者さんとコラボさせてもらった時に、はいはい、その方はいろんな方と、はい、亡くなった方も含めてチャネリングというのができるので、なるほど、繋がれるんですね、はい、その、うん、はいはい、高杉晋作さんの僕へのメッセージが欲しいって、リクエストしたんですか。ちょっととんでもないことリクエストしてしまったんです。まあ、でもね、してしまったんですね、はい、うん、そしたらね、はい、高杉晋作さんと意識合わせてくれて、はいはい、高杉晋作さんが、はい、翡翠小太郎にメッセージを送ってくれたんですよ。嬉しいじゃないですか、はい、もう大ファンの高杉晋作さんからその、ね、メッセージはね、はい、こういうメッセージでした、はい、何でしょう。マイクを握れ。マイクを握れなのマイクを握れなの。俺ちょっとキョトンとしちゃった。届かなかった、響かなかった温度差がすごかったです全然響かなかった。高杉晋作さん、マイク、俺にマイクに入れて言うかな。もう後ろ握ってますよねちょいちょい握ってますよね、講演会で。もっと喋れってことかな。響かなかったですね。ちょっとね、よくね、はい、ピンとこなかった。あの噛み切れなかった、咀嚼できなかった、咀嚼できなかった、飲み込めなかった、スルメみたいな感じいずれはピンとくるかもしれない。なるほど、今じゃないのかもしれない。今じゃない、またね、確かにタイミングじゃないのかもしれないですね、うん、今日は、はい、まあ、じゃあちょっと鉱山寺事件はキャンセルして、わかりました、またどっかでじゃあチャレンジしてもらって、木村昭則さんの感じ、なんか急にポップな感じ、時代が変わりましたね、はい、木村昭則さんって奇跡のリンゴっていうね、はい、うん、まあ、アンボリね、
有名な方ですけど、その一度コラボさせてもらったことがあってね。で、その木村さんのマネージャーとうちのお弟子さんの誠先生とですね、親しくなったんですよ、ま、木村先生のマネージャーと。で、木村先生のマネージャーから教わったね、木村先生のマネージャー明かしてくれた話なんですよ。なんか裏側みたいな。もう裏の顔です。木村さんのね、事務所に、木村さんの事務所に。木村さんの事務所に、カニが届いたそうなんですよ。おお、カニが。カニが。そしたらね、カニ届いたら事務所のみんな喜ぶじゃない。嬉しいですよ嬉しいじゃね。高級食材ですからね。で、そうしたらね、はい。木村先生、カニ持ってね、はい。逃げたらしいえっのと、えよ。ー、なんで、一人事務所の人かな。逃げちゃったんですか。逃走したら逃しい。走したんですか。何事ですか、それは。もう独り占めしようい。としたの。そうですか。逃走したんです逃走しちゃったんですか。逃走しちゃったちょっと事件じゃないですか、それは。リアルにちょっとした事件じゃないですか。だからカニ事件なカんニ事件なわけです。そのままで終わらないですよね。ただの逃走したじゃないですよね。逃走したで終わったらただの事件ですけど。でもね、木村さんはカニを独り占めしようとして逃走したわけじゃないということがですね、わかるわけなでるす。ほど。持って逃げたのは事実だけど、持っ逃げたというか、持ってどっかに行った。て逃走したのは逃走というか、どっかにね、行ったってことですね。持って逃走したのは事実です。なるほど。ただ、その続きがあるわけですね。そうです。何があったんで、なんでカニをね、持って姿をくらましたかというなるほど。と、くらましたっカて。ニが開けたら、カニが届いた。はい、で、どうしカましニがた？ね、いました。なんとちょっと生きてたらしいあ、そうなんですか。の。そしたら、木村さんは、はい。待ってろって言って、ああ。カニをね、海に逃がしに行ったらしい。ええー、優しいですね。優しい優ですね。しいでしょ、これ。もう純粋ですね、ね。助けてやるって言っなるて、ほど。車飛ばして海まなで、るほど。逃がしに行ったらしあ、そうなんですか。い。なるほど。愛だよないね。ですね。愛だよ、木村さんの住んでるとこ、地元なので、大体距離感分かります、海までの距離感。本当。あ、そう。はい。どれぐらいかかりそうなの？山から降りていく感じなので、そんなすぐ近くではないです。ああ、そ20分はかかるんじゃないですかね、車30分ぐらい。ね、それいい話だよはい。優しいですね。ね。純粋な、ピュアな優しさですね、ねそれは。それはめっちゃいい話ですね。え。ねえ。なんか、独り占めしようとしたと思った自分がちょっと恥ずかしくなってるのかなと思った自分が 恥ずかしくなるくらい優しいですね。でもカニ美味しいからまあね。まあね、確かに。それはもう、誰もが知る事実ですよ。でも、逃がしたんですね、じゃあ。逃がしたの優しい。ね。それはいい事件ですね。いい事件でしょ。素敵なお話でした。ありがとうございます。ちなみにね、そのカニの時期になると、福井の、翡翠熟成のえっちゃんっていう、しっちゃん。しっちゃん。誰ですか、えっちゃん。翡翠熟成、えっちゃんっていそうだけど、しっちゃんって。越前ガニのあ、えっそれちゃんか、混ざっとちゃった。しっちゃんが混ざっちゃった。もう先走っちゃってね。カニが入ってきちゃった。そう、カニが越前ガニのえっちゃんが、しっちゃんとしっちゃんが、越前ガニが混ざっちゃった。コラボしちゃった。そう、もう観音菩薩のようなものすごい慈愛に満ちた人がね、そのいつも福井でね、その今高島礼さんの静観塾というのをやってたね。小林静観先生小林静観の、先生の静観塾というのをやられてて、でそこでゲストで僕も呼んでいただくんだけど、カニ合宿で呼んでくれるので、なるほそど。こで食べるカニがもうめっちゃうまね、いです人ね。生の1位。もう最高じゃないですか、それ。1位。地元の名産のその場で。越前ガニのね、そこ本当にうまい。じゃあ、地元の方がおすすめするお店ってことですもんね。俺ね、そこのね、イベントで、まあ、僕のファンの人も来てくれるまあ、かそうでら、すよ僕のファンの男性の人がね。ね、僕の隣に座ったらしいで、その人ね、最後に、よしみちゃんっていうね、人にね、グリーンズのマネージャーですけど、よしみちゃんに言ったらしいの。せっかく翡翠さんの隣に座ったのに、翡翠さんずっとカニが美味しい美味しいって言ってて、全く僕の話を聞いてくれませんでしたって言われたもうね、それは私、ごめんとしか言えないですよね。もう、それはしゃあないですよ。もう、翡翠さんはそういう、もう夢中になりますから、目の前の。ね。れね、いや、うますぎてですようね。ますぎてもう、ね、でも、カニってそうなりますよね。隣にいる人のね、はい、お悩もうみとか。何にも、頭に入っいてや、カニはしゃあないと思います。カニってそういう食べ物ですよね。僕もそうなりますよ。どうしてあんなに美味しいんだ。いや、特にね、しっちゃんところのそのカニ最高なんでましすてよ。うまいとなったらね、カニ止まらなくなりますよね、あれ食べ始めたら。いや、食べたくなりますね、それ。青函塾ね、はい。
あのしっちゃんところで高島亮さんがやってるんでね、はい、なるほど、ぜひ、まあ、美味しいものも食べれる場所ってことですね、うん、まあ行ってほしいって言っても、もう、はい、その募集終わってます、ね、募集来年も終わってるんですかね、来年もやるんじゃないかな、まあ、何かしらのイベントとかで結構ね、単発のイベントとかいつかグリーンズ呼んでくれたら、ね、いやそれはもうね、うん、カニ目当てで、ね、いやありがたいですね、高島亮 with グリーンズで、あそんなこう、うん、豪華な、ね、亮さんとなんて ね、もう緩い回転しそうですね、本当美味しい、あ楽しみですね、越前ガニ、いや食べたい、本当に美味しい、もうそれ聞いたら食べたいしか出てこない、越前ガニもね、はい、その漁師の奥さんとかも、はい、その来てくれて、いろいろ話聞いたんだけど、カニ解禁の日っていう、はいはい、こっからカニを漁で取っていいですよっていう日があるんだって、なるほど、でその時はね、はい、もう奥さんたちが一斉に、はい、見送りに行くんだって、ああ仕事ですもんね、だってさ、カニってさ、はい、下手したらさ、大きいの取れたらさ、はい、1匹で十何万で売れるわけ、なるほど、もう高級食材わけですよね、高値でロマンない、一攫千金ですね、確かに、かっこいいですね、期間限られてるから、そう、ね、めちゃくちゃさ、はい、ロマンあるよね、ロマンありますね、それが、ね、取れたらね、美味しいわけですからね、美味しいよ、そんな思いもこもってるわけですね。俺来世もし来世小栗旬になれなかったら、第一希望は小栗旬です、ね、小栗旬になれなかったらカニ漁師になる、はい、いや随分ギャップありますけどまあ男前っちゃかもしれない、なんか男らしいところですね、それは顔が菅田将暉さんのカニ漁師、ああモテるパターンですね、うん、それは漁師であの顔だったら最高にモテますよ、うん、もう町の人気者ですよね、それは完全に、うん、特集来そうですね、そんな、そう、それでいいんじゃないですか、もう来世、はい、マサは何になりたいの、ね、来世ですか、うん、何になりたい、あと何が食べ物好きなの、食べ物の話、うん、俺はもう越前ガニ、越前ガニか、うん、食べ物ですか、うん、食べ物は何だろうな、まあ越前ガニ、カニも美味しいですね、まあ、一番はやっぱり青森のさ、まさくんの家で作ってるリンゴじゃない、まあ、そういう話にはなりますよね、でもそういう話じゃないのかな、それ以外でってことですよね、あ、まあそれでも良かったよ、良かったですか、言っちゃったもんね、綺麗に終わったよ、あ、なんかそれ以外のものなのかなと思ってまあそれはリンゴですよ、地元のやっぱり、はい、リンゴですけどね、はい、それ以外で、それ以外で好きなの何ですかね、いっぱい美味しいものありますからね、うん、まあ何ですかねってところで、青森で食べた、はい、お寿司屋さんで食べた、はい、ウニがめちゃくちゃうまかった、あ、ウニも、まあ、海鮮も美味しいですからね、うん、イカとかね、何でも美味しいですよ、海鮮、海も幸も山の幸もありますからね、何食べたいかっていうと、僕普通に白ご飯と納豆とかでいいかなと思いますね、なんか逆にちょっとカニがあれと引き立てがあれですけど、そうやってまたファンズが本当に、いやうまいものいっぱいありますけど、なんかいや今食べたいのはそういう母性本能くすぐり的なそういうことじゃない、別にそう狙ったわけで、別にくすぐりたくてやったわけじゃないですけど、そうか、納豆大嫌いでしょ、大好きですよ僕だから、すごいキャラですか、好きキャラ、納豆好きキャラで行こうとして納豆好き、別にね、納豆普段出てこないですもんね、うん、ランチとかで、いや、うん、納豆とご飯って最高じゃないですか、うん、まあでもカニとかね食べたい、俺普段好きなのは、はい、ホテルとかで、うん、ホテルの普通のホテルとかだと、はい、朝食意外と美味しくないとこ多いの、あ、そうなんですね、でも、はい、卵かけご飯さえあれば、あ、朝食は俺もう十分満足、確かに間違いないですもんね、もう卵かけご飯だけでもいい、確かに絶対間違いないですもんね、うん、その醤油だって別にそんな突拍子ない醤油ないわけだし、うん、間違いないです、ね、卵かけご飯は最高です、ね、裏切らない、裏切らないですね、うん、筋トレと卵かけご飯は裏切らないやってる風ですけど森沢さんとか言ったら、ね、全然説得力あるけど、うん、確かにやればやった分で効果ありますよね、筋トレは、うん、確かに卵かけご飯は最強ですね、確かにそうですね、まあ、ちょっとリンゴ以外でパッて出てこないですけど、出てこない、まあ出てきますが、いっぱい美味しいものありすぎて、なんか寿司とかになっちゃいますね、やっぱり。でも寿司は何が好きなんですかね、多分僕は地元での寿司屋で、うん、炙り縁側っていうのが好きなんですよ、うわうまいよね、めっちゃうまいですよ、それほんとうまいですよ、大好き、何個でも食べれる、何貫でも食べれる、俺最初に入った会社の社長が、はい、すごく俺を、はい、その俺が社長めっちゃ尊敬してたので、はいはい、その可愛がってくれて、はい、すっごい尊敬してたから、はいはい、すごい可愛がってくれて、はい、その、はい、社長は本社新潟だったから、はい、その東京にいる間は、はいはい、ホテル暮らしだ、あ、出張でってことですね、うん、で、はい、俺は東京の電車で1時間以上かかる田舎の八王子に住んでたから、はい、外れに、なるほど、帰るのが遠いわけ、そうですね、だからその、なるほど、翡翠君は彼女いるのかって言われて、はい、いや、はい、全然いませんって言って、はい、じゃあ暇だろうって言われて、はい、もうめちゃくちゃ暇ですって言って、はい、あ、じゃあ一緒に泊まっていくかって言って、遠いから、うん、もう確かに会社の近くのホテル俺ね、はい、部屋2つあるから泊まっていくかって言ってね、で、うん、泊まって
俺は社長の肩をいつも揉んで、はいはい、社長からいろんな話を教えてもらうっていう、すごい最高に素敵な毎日を。いい時間ですね。しかもね、夜ね、はい、その、はい、回転寿司を、社長が好きな回転寿司屋さんがあって、はいはい、そこの縁側がめちゃくちゃうまかった。その思い出の味でもあるんですね、うん、だから俺は、うん、そこの縁側大好きで、はい、あの10皿食べるんだけど行くと、はいはい、8皿は縁側なの。わかります。いや、それくらいいける僕も、うん、いけるよね、うまいっすよね縁側。縁側うまいっすよね。縁側食べ始めると縁側しか食べなくなっちゃう。そうそう、何貫でもいけますね全然。あ、炙ってもうまいし。そうなんですよ、炙らなくてもうまいし、白身なんか食感とかもいいですし、ね、いいよね、うん、で逆にさ、うん、縁側って本物の縁側じゃ意外とさ、あ、ちょっとた、はいはい、本物じゃない縁側って結構多いんだよね、回転寿司。なるほど、だそれ値段に見合ったになっていくんですかね。そう、はいはい、で偽物の縁側がまたうまいんだよ、はい、そう、僕偽物の方が多いと思う、多分触れてる機会は。あのね、あの偽物の方も意外とうまいんだ。だから縁側は裏切らないですね、裏切らない、ある意味では。筋トレの縁側卵かけご飯とね、うん、縁側好きな人はね、そう思いますね。確かに縁側はね、めっちゃ本当にうまい。もし青森行く機会あったらぜひ。俺のマサの共通点って縁側好きと音楽好きっていうところだもんね。そうですね、なんか端っこ縁側と音楽もっとありますからね。リンゴとかね、いろいろありますけど、ね、はい、まあ、好みは似てますね。そうだね、はい、まあ、ぜひ青森に行った際にはそこにね、はい、グリーンズで縁側推ししていこうか。縁側推ししていこうか。縁側業界、何か分かんない、縁側業界何のか縁側業界あるか分かんないけど、縁側業界、縁側好きが集まる中で、ね、観光大使みたいな観光なの、しかも縁側取る地域とかあるのかな。まあニッチなところ行ってみましょうかね、うん、意外とそういうところで火つくかもしれないから、そう、何がどうなるか分かんないですからね。まあ、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、MC 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ、ありがとうございました。